もう僕ら解説者泣かせですね。次元が違いますね、うん、でもやっぱりまっすぐは通用してるような感じしますね。まあ時折とんでもないことが起こったりしてますけど、メジャーリーグの話題もできればなと思いまして、はい、話題にこと書かない大谷選手についても檜山様にちょっと、もう僕ら解説者泣かせですね。縁が違いすぎて、どうして先発で9回完投して次のイタベッターでいきなり先発出てホームランを出るのだからもう1年間通して野手としてずっとプレーするのもしんどいし、まあ僕はピッチャー経験プロではないですけど、プロ野球選手が先発ピッチャーで1年間通してずっとねローテーション守って投げるのもしんどいことだし、それを彼は両方やってるんですよね。だからどんな体力してるんだろうという、とんでもない時差があるところをこう移動してでそのままたりしてるんで、それはやっぱり暇があったら寝るっていうのも当たり前だなとか思ったりしますし、いやすごいですよね。まあ日本の選手、日本の野球関係者がすごいっていう、世界の野球を知ってる人たちがみんな大谷選手のことをすごいっていうので、次元が違いますよね。はい、メジャー選、それもメジャーの選手が大谷選手がすごいっていうんだから。ちなみにその檜山さんの目線で打者大谷選手って一旦絞った時にこう一番の凄さってどのあたりにあると思われますか？まあやっぱり自分が子供心を持った状態で見たら、あの飛距離、やっぱり子供が喜ぶ、野球ファンが喜ぶホームランを打つという、もうバッティング練習見るだけでも価値あるんじゃないですかね。ちなみに何かお話しされたりとか実際練習ご覧になったりとか。僕はね、彼が1年目か2年目の時に沖縄に取材しに行ったんですけど、もう今の体格とはもう全く違いますよ。もう二回りどころじゃないですよね。取材した時はどこの可愛いモデルさんがいるんだとスタートしてて、ただやっぱりその時でも体はまあまあでかくて顔はちっちゃい、今それ以上になってるんでね、すごいですよね。一番の凄さっていう部分でいうと飛距離っていうところ、やっぱり飛距離ですよね。あとはやっぱりだからどんなボールでも対応しようというその研究熱心さっていうのもやっぱり見受けられたりとかしますね。タイミングのすり足 のタイミングの取り方、ただすり足のタイミングの取り方では別に子供たちも真似してもいいですけど、スイング自体は僕はちょっとあまりお勧めしないですね。やっぱ体の強さとスピードがあるから打ち方でいけますけど、ちっちゃい時からスイングをしていると間違いなく速いボール打てないですね。特にどの部分が少々のスピード、ちょっとしたタイミングのズレでも彼のバット数、体の力の強さとバットのスピードの速さでこううまくこうコンタクトできるような部分があったりしますけど、やっぱりそれがないと全て僕はここもうファールになったりとか空振りになるような感じはしますけどね。じゃあもうあんなに呼び込んで打つのはちょっと難しいというか。はい、なかなか難しいですね。打者目線でいうと、まあ、シーズンも佳境に差し掛かって中で、まあ、フォアボールだったりとか敬遠だったりとかでこう勝負を避けられるケースも結構見られるようにはなってきてるかなとは思うんですけど、ああいうのってこう、はい、打者目線でいうとリズム取りにくかったりとかっていう部分ってあったりされるんですか？いやもうね、それに関してはあまりないと思います。もう自分がどういう状況で試合に挑んでるかとか置かれてる立場っていうのも本人分かってると思うので、僕は相手がそれだけ自分を警戒してくれてるっていうのでフォアボールになると、まあ、ありがたくはありがとうという感じですね。まあ、もちろん、ファンの人たちにホームランを、ね、見てもらうというのが、まあ、ベストかもしれないですけども、まあ、それはもう勝負ありなので、まあ、今ちょっとエンジェルスがちょっとチーム状況あんまり良くないですけど、これもっと、ね、来年以降とか優勝かかっていきたいとか、するともっと敬遠されるようになるんでね、まあ、それだけやっぱり大谷翔平というその存在がいかにすごいかっていうことですね。まだ投手の話題もあるんですけど、投手としてはまあ凄まじいパフォーマンス残されてますけど、投手大谷翔平としてまあ一番すごいなと思うポイントとかってあったりされますか？もうまっすぐ自体は多分おそらくメジャーでも160キロを超えるピッチャーいっぱいいると思うんですけども、彼の持ち味はやっぱりスライダーじゃないですか。横に曲がるスライダー、滑るように曲がるスライダーがもうバッターからするともう全てまっすぐに見えるという感じなので、まあそこにいてじゃあスライダー狙えばええやん、160キロでやっぱそこにまっすぐがあるので、やっぱりなかなか打ちたいですね。でたまにちょっとそこスライダーが調子悪いとカーブ交じり浮き上がるんで、
っていうのがあるんで、またマウンド上でもちょっと自分が調子悪かったりするといろんなボールを使ってこう今自分が今日の調子においてどのボールが一番こうストライクを取ったりとか三振を取ったりとか凡打を誘えるにふさわしい、ものなのボールがあるのかっていうのを探れるっていうセンスがすごいですね。だからどんなに調子良ければいいですけど、悪い時でも悪いなり その投球ができるっていう部分がいち早くできるような投手なのかなという。まあ最後に、今年最終的にどれぐらいの成績残しそうだなとかって宮本さんの目線であったりされますか？バッターは3冠行ってもらいたいですけど、なかなかね難しいです。もうとにかくもう今このままも怪我さえしなければホームラン王はもう、おそらく間違いないんで、あとは打率ですけどね。打率はねちょっと吉田正尚選手頑張ってもらいたいなっていうのもあったりとか、1年目であれだけの活躍できるっていうのはすごいことだし、三冠もすごいですけど、このまま大谷翔平投手はもうタイトルもそうだけども怪我なく1年間過ごしてくれればもうすごいことだ。後でタイトルがついてくるのかなという。じゃあちょっとせっかくなんで今お話に上がった吉田選手についてもお話伺えればと思うんですけど、はい、メジャー調整1年目から3割以上の打率みたいなところではありますけど、ここまでの活躍どのようにご覧になっていらっしゃいますか？では僕は一部もすごいですね。僕が一番こうバッティングの中で目指してたような打ち方になっている。で、僕はもう最後の最後までできなかった。もう本当に早めにトップっていうか、もういつでも打てるもうボールにコンタクトできるような状態を早めに作って、あとは落とすだけ、ボール目の前に来たら落とすだけっていうのが、そういう準備をしているので、だからどんなピッチャーが来ても対応できるという、苦手なピッチャーはほとんどいないんじゃないかなという。1年目から知らないピッチャーばかりなのに3割を超える打率を残せるっていうところにあるんじゃないですかね。僕はもう小さい子供、野球少年もこれからのですね、プロ野球選手もそうだけども、吉田選手のなんかバッティング見習ってほしいなっていう、どこも無駄がないっていう。若い時はやっぱりそれこそ最初に言いましたように体の勢いもあるし、ちょっと余分なところがあっても時間的に間に合うようなスピードと体の力があるんで、やっぱりベテランになるとそういうことをしてるとやっぱり差し込まれたりもするし、それが嫌だと思うとポイントを前に置くと崩れたりもするんですけども、で、無理をするとそこで体が怪我するとかなんですけど、もう吉田選手の場合はもうすでに無駄な動きがなくてシンプルなバッティングになっちゃってるので、これからずっと安定したバッティングが数年続くんですよ。これはもうすごいですね。ちなみにシーズン前からこれぐらい活躍できるんじゃないかみたいなのを予想されてましたか？いや、僕さすがにね2割7、8分と思ってました。バッティングのいい吉田正尚選手でも3割はきついんじゃないのというふうに思ってましたね。それこそやっぱり知らないピッチャーばっかりだっていうふうに思ってましたけど、いや普通にやってますね。ちなみにだから檜山さんはこう現役時代の頃なんかそのメジャーにちょっと挑戦してみたいなとかって思いを抱かれたこととかってあったりされたんですか？挑戦してみたいっていう気持ちはあっても、現状の自分とやっぱ比べたのがいやないなと思う。あとやっぱ憧れっていうのも見てたりとか、若い頃ケン・グリフィー・ジュニアとかね、ボンズとかいましたし、これ見てたりとかしてましたけど、やっぱちょっとスケールが違うなっていうあったんで、特に外野手、僕は外野手だったんで、もし通用させるなら、外野手って大体メジャーリーグでホームランバッターが多い、まず力はやっぱり通用しない、今の大谷選手ぐらいでないと通用しない、ただ今度は足の速さってなると、イチロー選手ぐらい足が速くないととか、青木選手ぐらいないととかなったりするんで、じゃあ肩の強さは新庄選手ぐらいのとか、いっぱいこうなると、もし挑戦したとしてもマイナーだなっていうような感じ、どこか飛び抜けてボーンって何かがあればまだいけるかもしれないですけど、平均的な感じだったらおそらくもうマイナーですよねっていうような感じで、僕はずっと見てました。そうですね。やっぱそれだけこう日本人野手が外野手としてメジャーリーグに挑戦するっていうのはすごいこうハードルがある、吉田選手もシーズン序盤なかなか結果が出なかったりとかっていうところもあったりはされましたけど、そこからこう改善していかれた部分っていうのはなんかどのようにご覧になってらっしゃいましたか？でも守備の負担っていうのも僕はやっぱりあるのかなと。レッドソックスのグラウンドなんでレフトの守備位置がそんなに広くやっぱり
軽減されてる部分があったりとかもするだろう。溶け込む能力的な部分もやっぱり性格的な部分もあるかもしれないですね。この辺がねちょっと僕は分かんないんですけど。じゃあちょっと最後にあの元チームメイトであった藤波選手についても、ね、伺えればと思うんですけど、はい、挑戦1年目の様子これまでどのようにご覧になっていらっしゃいますか。彼がアスレチックスにいる間に僕はアメリカにあの旅行に行って試合をねあのちょうど西海岸なんでねと思ってこう見に行こうと思ったらいきなりもうあのトレードでボルチモアに行ったら行っちゃったんですけど、でもトレードに行ったチームがまだ優勝争いしてるチームでねトレードされて、これはもう歓迎されてる証拠なんで、でまたそこでまあまあの成績今収めてますし、まあ時折とんでもないことが起こったりしてますけど、まあそれもまあ彼の持ち味なのかなとか思いながら今思ってますけども、まあ1年間通してまあこれもまた怪我なくねずっと頑張ってる姿見ると励みにもなるし、また僕自身がプライベートで旅行行けるなっていうふうにもうなやっぱ頑張ってもらいたいですね、うん、でもやっぱりまっすぐは通用してるような感じしますからね。ストライクゾーンにボールが入れば多分はまればいい感じに収まってるんで頑張ってもらいたいですよね。タフなんで、その点はやっぱりすごくこうあの向こう行っても通用してるのかなっていうふうに思います。まあやっぱり中継ぎに転向されてから、まあ、ちょっとずつ良くなっていったのかなみたいなのは、うん、ファンの皆さんも感じられてる部分かなとは思うんですけど、やっぱり1イニング限定でいくとやっぱり全力でいくんで、まっすぐもあの活かせるのかなというふうに思いますね。じゃあ、 まあ今後プレーオフっていうところもあるかなとは思うんですけど、藤波選手に活躍期待する部分っていうのはどのあたりにありますか。やっぱりもう最後までこうメジャーリーグの野球を楽しめるっていう部分が一番ですよね、はい、でそこでやっぱり8試合にマウンド上がってくれれば、で最後にね彼がマウンドで締めてくれるとおおすごいなっていう